皆川治は、日本の政治家、農林水産官僚。山形県鶴岡市長。山形県鶴岡市生まれ。鶴岡市立大泉小学校。鶴岡市立鶴岡第一中学校。山形県立鶴岡南高等学校卒業。1997年3月、宇都宮大学農学部卒業。同年4月、農林水産省に入省。 内閣官房 IT 担当室、在シカゴ日本国総領事館などに配属された経験を持つ。農林水産副大臣秘書官であった2011年3月11日、岐阜の葬儀のために滞在していた宮城県石巻市で被災。この時の体験を本にまとめ、同年12月に出版した。2014年、農林水産省を退職。 同年5月から2017年3月まで東北公益文科大学の特任講師を務めた。その際、霞が関から故郷への U ターン、地域での活動について本にまとめ、同月に出版した。2017年4月8日、人気満了に伴う鶴岡市長選挙に出馬する意向を表明した。市長選は第48回衆議院議員総選挙の1週間前に、 当たる10月15日に行われたため、山形3区の前哨戦として注目された。皆川は、元衆議院議員の安倍敏一、参議院議員の船山康江の支援を受けて、立候補。自民党、公明党の推薦と前衆議院議員の加藤あゆ子、坂田市長の丸山いたる、新城市長の山尾順記の支援を受けた現職の江本正則を破り初当選を果たした。 10月23日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数10万9057人。最終投票率 68.34%2021 年10月10日の鶴岡市長選挙で再選。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数10万4805人。最終投票率。 65.70%ありがとうございます。